こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は7日間やってわかった結論、戦術レベルの上げ方。はい、ということで、もう僕はね、ちょっとリリースから遅れて、今日でね、1週間、7日経ったという感じなんですけど、戦術レベルが今50で、戦闘力が21万というところまで来ました。で、まあ、ね、戦闘力も上がらない、それから戦術レベルも上がらない、2つのパターンの方、まあ、いらっしゃると思うんですよ。で、戦闘力の上げ方についてはね、攻略動画、解説動画アップしてるんで、そちらをご覧いただきたいんですが、今回は戦術レベルに絞った、まあ、レベルの上げ方というところでお話ししていこうかなと思います。やっぱりね、お話、いろんな方ね、聞いていたりとか、まあ、SNS 等でもね、戦術レベルが上がらない、上がらないと言ってる方が結構多く見受けられるんですけど、多分ね、結構このゲームのシステムって簡単なんですけど、そのシステムをやっぱり理解しているかどうかで、だいぶそのレベルのね、上げやすさとかっていうところも、まあ、効率だったりっていうところも変わってくると思うんで、まあ、その辺も含めて、まず経験値どこで手に入れるのかとか、そういったところまでちょっとお話ししていければなというところでやっていこうかなと思います。はい、で、まあ早速ですが、このゲームに関してはですね、戦術レベルが、まあどういったものなのかっていうところをお話ししていくとですね、まずまあ戦術レベルっていうのは、この自分がね、使ってる、まあ実際に使ってる、プレイしてるキャラクターのレベルではなく、その、なんていうのかな、プレイヤー自身のレベルみたいな位置づけにはなってるんですよね。で、この戦術レベルっていうのが、まあ、ストーリーを進める上でも、それから戦闘力をね、上げる上でも非常に重要な要素になってます。これ戦術レベルが低くても、ストーリーとかで詰まったりするし、戦術レベル低いとね、戦闘力上げる上でも障害になってくるということで、これはどっち、何にしても、いずれにしても、これを上げていかないと、このゲームはね、立ち行かないというところなんですよね。今日は、まあ、7日で戦術レベル50、実際到達した、まあ、やり方というところですので、まあ、基本システムさえ抑えれば OK です。まずは、経験値の基本的な入手方法から見ていきましょう。効率のいい順だね。はい。で、まあ、皆さん、気づいているかね、無意識にやってる方も当分多いんじゃないかなと思うんですけど、一番経験値が入るもの、コンテンツって一体何なのっていうと、このホーム画面の左下にある最重要ミッション、これなんですよね、結局これなんですよ。で、これね、何の気なしに多分こなしてる方が結構多いと思うんですよね。特に戦術レベルが上がりにくいとか考えてる方はね、これが一番経験値もらえるんですよ。で、経験値って具体的にどれぐらいもらえるのかっていうと、この一つの項目に対して、この真ん中部分にあるね、青いなんかアイコンみたいな右に35,610、例えば戦術スタイルレベル50達成しようっていう項目の右にね、ある数値、これ経験値になってるんですよ。で、下の動画クエストクリアだった89,000とかね、まあ、試しに受け取ってみると、まあ、こんな感じになるんだよね。で、次の経験値まで66,600とか出ててね、8.13% って出てると思うんですけど、これがまあ残りの次のレベルまでの経験値を示しているわけで、この最重要ミッションの経験値、次のレベルまでが66万なんですよ。で、今やっただけで、今ちょっと僕レベル50上がったばっかりでこの動画撮ってるんで、あえてね。で、1個取っただけで 8.13% だからね、相当でかいことがわかるよね。で、これどんどん受け取るだけで、こんな感じでね、もう一気に 20%。までいけちゃったっていうところなんですよ。で、さらにこのミッションクリアっていう項目、よかったじゃないか。で、まあいろんな、もちろんこういった報酬もらえるし、で、さらにこういったね、どんどん重要ミッションまだまだ出てくるんだよね。ただこれを受け取っとくだけで、もうひたすら一気にこんなに上がるんだよね。ほら、これ以外まだ何もしてないのに、もうこんないきなりも 62% まで上がっちゃうっていうね。なので、まあ、とにかく、まあ、最重要ミッションに関しては、まあ、本当に、この、名前の通りね、本当に最重要になってるんで、これをやるだけだね、とにかく。これが一番経験値もらえる方法。端的に言うとね。で、次。最重要ミッション以外で、まあ、どんな、コンテンツをやるとね、経験値がいっぱいもらえるのかっていうと、周回クエストなんですよね。はい。
修外クエストは確か戦術レベル24ぐらいで解放だったかなと思うんですけど、こちらね、あの皆さんが今出てる周回エリアの一番強いところから、ところをねひたすら周回っていうのが一番効果的で、まあこの中でもあのやり方っていうのが、効率のいいやり方っていうのは、ボーナスタイムっていうものが1日ね1回リセットされて、まあ設定されているんですけど、そのボーナスタイムをね忘れずに周回するっていうのが一番大事で、一応 CM 見て1日1回延長っていうこともできるし、あとその CM の右にね今見えると思うんですけど、赤い石を100使うことによって、まあボーナスタイムの延長っていうこともできるんだけど、まあ延長までは正直僕一度もしてないです。ここまで1週間で7日間やってきて、ここの延長ボタンは一度も使ったことがないので、 CM 以外はね使ったことがないので、ここは別に必須では全くないです。これはあの、まあ、課金勢の方だけかな。本当にガチ勢の方でもう誰よりも戦闘力もレベルも上げたいよって人は石割って、まあ、1周回ってボーナスタイム延長してやるってことは全然いいと思うんですけど、はい。でさらにもう一つね付け加えるとすれば、時間的に余裕がある方はこのボーナスタイム中ねマルチで周回するのが一番効率がいい。自分だけじゃなくてもっと強い人、ワンパンでね巨人に倒せるような人と組んでいくと一番効率がいい。時間的に、ね、効率がいいんで、あの普通にバックグラウンド周回とかするよりもあの回数多く回れるってことは、その分ねもらえる経験値だったり報酬も多かったりするんで、まあ、できるだけ少しでもレベルを上げたいと思っている方はマルチでねあの強い人を誘ってやってみるのが一番いいと思います。で、まあ、3つ目の経験値入手方法、メインとしてはやっぱりストーリークエストっていうことになってくるんですよ。でこっちは周回クエストよりもあの経験値効率としては落ちます。ただ他の素材目当て、例えば武器とかね、まあ、それから昇級素材とかそういったものが欲しいのであれば、一応こっちも視野には入ってくるかなという感じなんですけど、一応ただ経験値効率のだけことだけを考えるのであれば、まあ、周回クエストっていうことになってくると思う。これは皆さんのその時々で欲しいアイテムによって、まあ、周回クエストとかストーリークエスト分ければいいんじゃないかなってところがまあいいと思います。はい、ということで、まあ、基本的な入手方法をお話ししましたが、まあ、最後ということで効率的なやり方、結局一番いいやり方っていうのは何なのっていうと、これ実は非常に単純なんだよね。うん、めちゃくちゃ単純で、とにかくまず最重要ミッションを進めていく。最重要ミッションの項目を見て進める。で例えばこれだったらステージクリアね、5章3話をクリアしようって書いてあるから、ここ移動してただ5章3話をクリアする。そうするとこの先ほど見たようなミッションクリアの項目が達成されて、ここを受け取ってさらなる新しいミッションが出てくるんで、ただそれに沿って進めるだけ。ただ確実にこの最重要ミッションだけやっていくと止まる場面っていうのは出てくると思うんですよ。例えば今のような状況ね、僕はまだ5章の3をクリアしてないから、これ以上最重要ミッションが進めないという感じになってるんですよ。でこれで最重要ミッション移動してもここね進めないじゃんってなるんですよ。でここのロックされてる場面見ると、この解放条件ね、戦術レベル51で解放されるよっていうのが出てくる。ここで足並みが完全に止まっちゃうんですけど、じゃあここからどうやってレベル上げたらいいのってなったら、先ほど言った通りね、ひたすら周回クエを周回するのみ、これの繰り返し。このゲーム基本的にこれでもう7日間で戦術レベル50までいけましたので、本当にこれだけ。ただこれを意識してやるかやらないかどうかで、この戦術レベルが上がらないですって言ってる人のね差が出てきてしまうと。実際同じ時期に、全く同じ時期に始めたけど、まだ戦術レベル30代で止まってる方とかもねいたりするんで、まあたったこれだけのことなんですけど、まああまり深く考えてない方とかね、まあまったりやってる方も当然いると思うんですけど、うん、この意識の差だけでこんだけ差が出てきてしまうので、はい、今からね、今気づいたって人、今日から、まあ、本当最近始めたよっていう方も、これこういうことを考えながらやっていくと、また全然ね、あの経験値 の, あの入手方法の機会だったり、そういったところも変わってくるんで、おすすめですね。であと、まあ、その他ね、その他の経験値アップの方法としては、潜在能力ね、武器とか、それからキャラにも、つく可能性があるんですけど、一応巨人倒した時 の, あの経験値アップとか、まあ、ビビたるものなんですよ。 0. 何パーセントっていうかなりビビたるものとかね、まあ、あるいは課金した時の得点
で増やしたりすることも可能なんですけど、そこまでしなくても正直全然上がります。僕もそこまでしてないです。武器の潜在能力とかの経験ジャップとか全部捨ててます。他の普通のね、その他のパラメータだったりとかを上げた方が結局周回効率的には上がるので、まあいらないかなと、ビビたるものすぎてね、別にいらないなと思ってるんで、まあそれらのことに関しては本当に、ね、課金してるし、本当に誰よりもね戦術ランキングとか上げたいって考えてる人向けになってくると思うので、僕も今の状況でも確かランキング600位とかだったかな、今朝見た時はランキング今そうだね、総合戦術レベルが1700位で戦闘力が933位ということになってるんで、まあちょっと遅れてね、リリース開始からちょっと遅れてもこの順位に入れてることを考えると、まあそこまでね課金してまでやらなくても十分な上位勢に入ることができるということです。はい、ということで、まあたったこれだけのことなので意外とシンプルな内容なゲームになってるんで、上がらないとね感じてる方は今日からまあ僕がね先ほど言ったようなことを意識しながらやってみましょう。はい、といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。